お昼の一番星。お昼の一番星。皆さんこんにちは。この番組は音楽集団 COS のメンバーがそれぞれの一番星、一番熱くなれることや今一番伝えたいことを語る番組です。本日のパーソナリティは隊長のカノと部隊長の森下しおりと一般単位のクミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらの番組は株式会社アシストジャパンの提供でお送りします。警備全般、ビルメンテナンスのことなら株式会社アシストジャパンへお任せください。しっかりと教育された安心安全の警備、熟練したプロのこだわりの作業で快適な環境づくりをお手伝いします。そして現在株式会社アシストジャパン上等営業所社員募集中です。気になった方は検索ご応募してみてください。検索ワードアシストジャパン警備で検索してください。そしてですね、こちらの番組はですね、感染対策しっかり行っております。私たち演者もそしてスタッフの方もですね、検温を行っております。はい、そして換気は50分に1回行っております。はい、そして番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒しております。はい、で除菌機器トレールフレッシュを導入してですね快適な空気の中でやっております。そしてトリコアズリ FM のスタジオは窓がございまして、はいはい、緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるかと思いますが、ご理解よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、はい、番組応援の会ということで、はい、鳥越あずり FM のこの番組が好きという方に朗報です。はい、この番組応援の会というのにご入会いただいて、そこからこの番組を応援するという形になりますので、皆さんご興味がある方はお願いします。お願いします。番組へのご質問はこちらまで、アットアズパン FM、 アットアズパン FM までお願いします。はい、メッセージたくさんおかけください。お願いします。はい、改めて自己紹介しようと思います。うん、私静岡県浜松市出身、歌うバイク女子のやらまいかシンガーソングライターカノです。よろしくお願いします。そして同じく静岡県浜松市出身のシンガーソングライター森下しおりです。よろしくお願いします。はい、宮城県仙台市出身のシンガーソングライターそしてボイストレーナーをしておりますクミと申します。よろしくお願いします。お願いします。いや、今日すごく暑くないですか。暑いよ。夏が今日に限らず。そうですね、今日に限らず、ね、本当に半分溶けてきたよね。半分溶けて、溶けた。そうですよね。あとはもう6月も過ぎて7月ということで上半期ですね。終わっちゃった。終わっちゃった。終わっちゃいました。終わるんだ。そうだね。皆さんやりたいことなどありますか、この上半期に突入ということで。下半期。あ、下半期か。うん、上半期だ。下半期。下半期。下半期。ありがとうございます。下半期やりたい。はい、やりたいこと。なんかありますか。でももう梅雨も明けちゃったじゃないですか。うん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 、だから夏は、今年の夏はやっぱりバーベキューとか、行きたい、海とかも行きたいし、で、なんかちょっともうなんか夏モードになってますね。なるほどね。はい、じゃあちょっと私もちょっとそれの夏絡みで、はい、一ついいですか。ちょっとブーイングの方の準備を皆さんぜひお願いしたいと思うんですが、はい、水着デビュー。水着デビュー。なんかやりたいのかな。やっていいのかな。いいじゃない。いや、バカ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 。でももうそれは公害というものに与えてしまいますからね。ならないならないってスタッフが言ってくれてます。ならないならない。あ、私はあれ、はい、花火大会に行きたいですね。夏ね。なんかやるといいね。モニター越しで去年は勝手に花火大会やってて、うんうん、パソコンとかに映して、うん、今年はリアルな花火を見たいなっていう。そうですね、最近見てない。そう、コロナでね、うん、やっぱなんかね、中止にしたりするとこも多かったもんね。うん、はい、今年は ね、 ね、 ね、夏が楽しめたらいいですね。本当ですね。はい、ということで、うん、コーナーに入っていこうかなと思います。お、うん、お互いの価値観を合わせましょう。
ね、これね、先にお伝えしますと、うん、先ほどあの楽屋の方にですね、はい、この今日やるこのゲームというか、うん、価値観を合わせるというコーナーについてちょっと話してたんですけど、話してましたね、まあ大揉めでしたね、はい、大揉めでしたね、価値観が合わなさすぎて誰が合わなかったんですか ね、 ねちょっとそれをお楽しみということで、ね、はいはい、ちょっとかこのゲームの説明をさせていただこうかなと思います、はい、はい、全員で協力しながらそれぞれの数字が、これカードゲームですね、糸というカードゲームの、はい、数字がどれくらいの値なのかを予想するカードゲームで、1から100の数字が書かれたカードを1枚ずつ引き、数字をみんなでお題に沿って自分のカードの数字の大きさを表現し合います、うんうん、数字は言わず、何かに例えて表現するのね、はい、はい、そして全員で話し合い、数字が小さいと思う人から出していき、うん、全員のカードを出し切ることができれば成功ですっていうゲームになっております。難しい。ってことは最初にカード引くところからいきますかね、うん、その後にお題を引いていこうかなと思います。はい、はい、これは誰が引きますかね、しおりさんかくみさんか。おお、え、なにこれって、数字はみんなそれぞれ引くんですよね。あ、そうです、うん、じゃあお願いします。これはじゃあ私から1枚引いていいですか。見せちゃダメなんですよね、はい、これはね、はい、はい、失礼します。はい、じゃあ私も引きます。じゃあ自分だけで見てください。はい、次は、いほほほ、うん、じゃあ次はお題を、うん、しおりさんに引いてもらおうかな。はい、これお題ボックスです。この中にお題がいっぱい入ってます。お願いします。これにします。はい、これはもう思いっきり出して大丈夫です。じゃあ読み上げてください。おお、あれね、ラッキー、ラッキー、ラッキー、はい、で、うん、この数字に合うのを当てはめていけばいいんですか。合ってます。あ、もう全然思いついた、全然思いついた、もうすごい、もうすごいの来た。私はリュックを渡していこうと思います。アニメのキャラクター、キャラクターか、はい、キャラクター数字を確認して、うんうん、そのキャラクターを、これは何ですか。3人で一生懸命書いてる時間、ね、皆さんどうしたらいいんですか。お話を確かに、いや、さっきは想像でしか、もうなんかあれなんですね、さっき楽屋でやった時に動物だったんですよね、うん、その時動物だったね、はい、うん、動物で私は何番を引いたっけな。しおりさんが何、私結構高い数字、私パンダって言ったんですね、確か。パンダとキリンとカンガルー、アニメのキャラクターなのかな。アニメのキャラクター、確か、ちょっと待って、あ、でもなんかいいとこついてる気がする。 OK、 私は書きました。皆さん書けましたかね。そう、そのさっき楽屋であの動物でやった時に私が、パンダ、しおりさんがキリンで、クミさんがカンガルーって書いたんですね。で、ね、私とあのしおりさん、あ、言っちゃっていいのかな、その、うん、の、 あの考えでは大きさ、大きい、1だったらあれだか、アリとか100だったらゾウって想像して書いてたんですね、私としおりさんは。で、クミさんが実は違くて、クミさんはあれですよね、戦闘能力で、ね、そうでしょう、数字って言ったら戦闘能力以外に何かあるんですかって。いや、戦闘能力で考える人なかなかいない、なかなかいないと思って、まあ、与えられた数字があって、はい、私はもうてっきりそのもう、はい、戦闘能力の高い動物の話をしてるともう勝手に思い込んでそれじゃあ私の数字はこれだろうってことですよ、ずっと話してたんですけど、はい、2人は全然体の大きさみたいなことを、そうですよ、びっくりと思って、カードゲームみたいな戦いのカードゲームだね。書きましたよ、私、はい、私も書きましたよ。じゃあ私から出していこうかな。はい、はい、カツオ、あのサザエさんのカツオですね。びっくりした。あ、そういうことね、はい、カツオ、カツオくん、カツオくん、次しおりさん出しますか。これ何の、どういう価値観で見たらいいの。難しい、私いきますよ、うん、ベイマックス、ベイマックス、はい、なるほど。え、っていうかさ、うん、もうそもそも全部ずれてるんだけど、はい、私ね、はい、ずれてる、いくよ、はい、じゃじゃん、すごい、うまっ、いるぞ、孫悟空、いや、違うよ孫悟空です、一応ね、ちょっとなんかまた、
嫌な予感してきた。また戦闘能力で考えちゃったかもしれない。戦う気満々だった。勝つも負けちゃえば。これ何、何の数字なの。いや私は、うん、大きさって思って考えました。大きさ、うん、じゃあカツオくんはだから小学5年生ぐらい、ね、そうです、そうです、そう、小学5年生ぐらい、うん、私もでも雰囲気そうですね、うん、大きさ。ベイマックスは、ね、小学生何年生なの。何年生。あれはもうだって100年生とか。でもちょっとってことか。どうですか、うん、でも、でも待って、なんかちっちゃい順から出すんですよ、これ絶対だったら、また一番ちっちゃいのは私の数字から出していきましょうかね。いや、だって悟空とベイマックスだったらどっちが強いのよ。いや、意外とベイマックスの方が。でも私もベイマックスの方が数字でっかいと思う。価値観が、価値観。でも戦闘能力これで、もし戦闘能力で考えてるからね。先生60とかでそれ書いてたらちょっとびっくりですね。確かに。じゃあ私、まあ一応言うけどちょっと映画見たばっかりで、映画見たばっかり、ちょっと肩入れがあるって感じはある。ここが近いですね、多分。こことここは近いの、多分数字がね。私じゃない気がする。開けちゃっていいですか、数字。開けます。はいはい、29。大丈夫ですか、2人とも。これより小さくないですか。全然大丈夫、全然大丈夫。いや問題はこの2人ですよ。どうしましょう。皆さんどっちだと思いますからね。ね、どっちだと思いますか、うん、また全然違う感じだから。私としおりさん、私の方が高いと思うな。私も高い。私も数字がしおりさんの方が高いと思います。なるほど。じゃあ行ってみる。じゃあ久美さん、久美さん開けてみますか。行きますよ。はい。もうね、みんな一番強いに決まってるじゃん。え、待って、結構じゃらん、90。でかでかえ、待って、でっか。いやいや、100かもしれないし。そうだね、私が。しおりさんが100かもしれん。そう。じゃあ行ってみましょう。ババン。はい。でもいいとこ行ってますよ。行ってるけど。行ってます。ね、確かに。やっぱ戦闘能力と考えてるんだよ。クミさんも知らなかった。スーパーヒーローだからね、みんな。しかも、いかにも強い。確かに96の顔してる。でしょ。覚醒してるから今、ね、でもうまいっていう。さあじゃあ難しい、もう一問いけるか。なるほどね。じゃあちょっと戦闘能力から離れるから次はね。はい、じゃあまずお題を久美さんに。はい、じゃあいきます。はい、よいしょ、じゃらん。はい、では発表します。はい、おライブ会場。いいお題。難しい。まあ、これはまた難しい。あんまり知らないじゃないかい。じゃあ、久美さん。はい。はい。いきます。うわぁ。はい、来ました。じゃあ、皆さん、それを見ていただいて、うん、じゃあ書いていきましょうですね。おお、マジか、ちょっと待って、これ見てくださってる皆さんは想像ついてるのかどうでしょうね。いや難しい。そうです。ライブ会場。ライブ会場です。歌えたらいいんですか。歌えたらいい。いや、ライブ会場だってどこでもじゃんか。はい、歌えたら、うん、でも私はこれかな。皆さんもイメージしてもらって、いや、もう正直に。よし、書けました。よし。え、ちょっと待ってください、ね、OK です、大丈夫ですよ。でもライブ会場いっぱいありますもんね、うん、なんか私もたくさん歌ってきたんですけども、うんうんうん、そうだね。はい、なんかいろんなとこ歌わせていただいて、やっぱいろいろた、なんかいろんな良さがありますよね。そうだよ、はい、ね、かのちゃんは今目指してる会場がありますもんね。ありがとうございます。あります。後で話すのかな。そう、後で、はい、話させていただこうかなと思います。出、うんうん、たかな。 OK、はい、じゃあ今度は久美さんから出しますか、うん、私から行こうかな。いいよ、どこでもいいよ。じゃあ私からもう一回行きます。はい、ゼップ東京。あれ、これ難しくなってきた。ゼップ東京です。はい、近いってことかな、数字が。もしかして。じゃあ、しおりさん。私。はい、
浜松の公民館ローカル浜松なんですかそうなるほどね浜松地元の公民館うーん地元の公民館じゃあ行きますよはい久美さんぐるーん武道館おおいい数字えこっちとこっちがえでもでも武道館の方が大きいかうーんそんな気がするな多分おそらく私まあ一番小さいよね、うんうんうん、だから武道館と ZEP 東京のどっちの価値観がそうですね確かにまた価値観も思ってる、ね、まあ戦闘ですかまた戦うとしたら広さまあ天下一武道会が行われるんだったらこっち引きずってるじゃないですか絶対引きずってる天下一確かに、まあ、こっちで天下一武道会はできないかもね100超えてますよねさあどうだろうね、でも一番大きい気がするな一番大きいここじゃあしおりさんから私から行きましょうかはいじゃん公民館11あなるほど確かに正しいなと思いますね、うん、いいとこ行ってますかじゃあ私ねえ私しゃべったあこっちは一番大きいのかオッケーごめん全部解くはい行きます72おー、え絶妙じゃないですかこれえ2人からしたら大きいですかいやいやいや、まあ、でも絶妙な60、70ぐらいかそうなんだね、うん、って言ったらじゃあ80代はどこが値するんだろうってちょっと確かにちょっと思ったりもするけれどではじゃらん95わ、成功じゃないですか成功なんだこれすごいですね高いのばっか引いてやっぱ戦闘能力高めなんで、ね、確かにツイッターにコメントが届いたそうなのでありがとうございます、ありがとうございますそう皆さんもぜひちょっと本番になったら価値観が合ってきたんじゃないですか。そうですね。本当に。確かに。じゃあ読ませていただきますね。はい、誰しも昔はスチューデントさん、うん、ありがとうございます。暑いですね。今回も楽しく拝見しています。このカードゲーム楽しいですよね。すぐにみんなと仲良くなれますよね。でも確かに盛り上がりますね。いや本当にこれ楽しいし、ただ私たちは最初喧嘩したよね。喧嘩します。喧嘩から始まって戦闘戦闘能力で取っちゃった人がいたね。一名だけ。ですね。あとポニョパパさんありがとうございます。ただいま参戦しますが、ちょっとお題がわからない笑いだそうです。あお題がわからない。難しかった。あ、そうライブ会場の方ですか。あ、どうだろうね。確かにね。でも難しいお題だったね。このライブハウスっていうのはさ、だってやっぱそれぞれさ目指すその大きさももちろんいろいろね全国各地あるけれども、うんうんうん、例えば地方だったら例えば公民館だとしても、うんうんうん、地元の方に集まっていただけるってなればさそこに思いはものすごい込められるわけだから。確かにそれは価値観も高まるじゃないですか。確かにね、一概にちょっと数字にはねなかなか難しい、しにくいところはあったけれどもって感じよね。でもすごい見事に成功しましたね。こんなゲームがあるんだなって初めてやりました、ね。面白い、うん、面白かったね。イト、はい、イト、うん、皆さんもぜひやってみてください。ぜひやってみてください。そんな流れでちょっと自分の告知をさせていただこうかなと思います。うん、いはい、私ですね今過去最大規模のワンマンライブ応援制作クラウドファンディングをしております、これはもう思い度マックスだから100だね、うん、そうですね、もう100もっとでかいかもしれない、うんはい、120とか150とか、うんはい、場所がですね渋谷のデュオミュージックエクスチェンジという場所になります、うん、もう今まで挑戦したことないくらい大きいところなんですけど、うんはい、私も何度も見に行かせていただいて、うんいつか立ちたいって思ってる場所でございます。でそのクラウドファンディングが今嬉しいこと 47% まで来ました。 ありがとうございます。すごい。これがですね日にちが7月10日納豆の日までとなってますので、うん、ぜひぜひ私の SNS を Twitter とかですね見ていただけましたら出ると思います。確実に出ます。ぜひぜひ参加していただけたら嬉しいです、はい、もう絶対成功させたいです。よろしくお願いします。7月10日、はい、納豆の日まで、はい、粘っていこう。うまい、うまい、ゼロ100で、うまい、うまい。あともう一個ライブ告知をさせていただきたいなと思います。うん、はい、はい、7月の3日ですね。今週の日曜日、うんうん、はい、とコレクションブースターライブ in 太陽と月ボリューム9、9ですね、うん。場所が太陽と月という。千葉県の富里市にある場所となります、うん、と
会場が11時45分、開演が1時ですね。チケットが3000円、限定食、ワンドリンク付きとなっております。と、私と松岡あきちゃんですね、前回、うん、はい、お昼の一番星に出演していた松岡あきちゃんで出演させていただきます。ぜひそちらの方のチェックもよろしくお願いします。あともう一個だけですいません、うん、はい、あの私あの普段バイク歌いながら、まあ、バイクにも乗ってるんですけども、うん、その模様を上げている YouTube がありまして、歌うバイク女子カノチャンネルと検索していただけましたら出ますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、その流れで私のミュージックビデオを見ていただきたいと思います。それではカノでミュージックライダー。声を枯らしどこまでも叫ぶ I'm a music writer 君に届けこの歌が彼女のなんかニコニコしてて、うん、さ弾いてるところがすごいいいね。あ、嬉しい、ありがとうございます。うん、
なんかね、楽しいですよね。そう、楽しそうだったもん。嬉しい見てて。本当に素直にすっごい楽しかったです。最後なんかバイク女子のあれ服で出てきたみたいな。パシッて。ガチな、うん、そうです。スーツ着て、ね、かっこいい。ありがとうございます。ね、違う一面って感じで。はい、ぜひ。本当、いろんな一面があるから。ありがとうございます。ミュージックライダー。ミュージックライダーですね。はい、では、はい、私のコーナー行ってもいいですか？どうぞ。もちろんです。はい、では私行きますね。教えてあなたの青春プレイリスト。はい、ちょっと前半は楽しいゲームをしたということで、うん、ちょっと後半は、はい、あのせっかく私たち普段音楽に携わらせてもらってるじゃないですか、はいはい、なので、うん、なんかこう3人の青春時代にこう寄り添ってくれた曲なんかを、うん、はい、なんかエピソードとかも含めてなんかあれば教えてほしいなと思って。なるほど。なんかそういうのまた新しい曲を私も知ってなんかちょっと聞いてみたいななんて思ったりしたので、ちょっとそんな話ができたらいいなと思ってこのコーナー持ってきました。はい、はい、ではですね、ここでは小学校、はい、中学校、高校の3つに分けて、小学生の時の思い出といったらこの曲とか、中学生の時といったらこの曲とか、なんか多分淡い思い出とともにあるんじゃないかなと思うので、ちょっと順番に淡い思い出とともに期待してなるほどなるほど、はいはい、聞きたいなと思います、はい、ではまず小学校からちょっといいですか。もちろんです。みんなでね、小学校のこと考えるね、うん、そう、小学校の時といえばこの曲みたいなのがあれば、うん、ぜひ教えてほしくて、じゃあ、はい、クミさんから教えてもらおうかな。私はですね、ちょっと渋いんですけれども、うん、多分皆さんご存じないかもしれないんですが、なにわ節だよ人生は、わからないねいや素晴らしい。なには節だよってやつ、女のみたいな、そんな曲なんですよ。小学生のなんかね、それがすごい大好きで、幼稚園の時はすごい大好きで、何かにつけて歌ってましたね。何かにつけて、家族の前でとかね、なには節だよ人生は行きますみたいな、それじゃみたいな行くにせよ、そう、ちょっと渋いね、小学生でございましたよ。何で知ったんですか、はい、その曲を。多分父親とかの、うん、影響だと思うんですけどね、はい、確かにその頃って親御さんの影響とか大きいですよ ね、うん、親の影響、演歌って感じでだからね、意外でした。なんかもっと子供っぽい曲出てくるのかと思うんだけど渋い渋い、じゃあ次かなちゃん。はい、私は鉄腕アトムの曲、空を越えてって、あったね、この曲がアニメソングだ。そうですね、小学校の頃に組体操っていうのがありまして、うん、運動会で、うんうんうん、その時になぜか先生のチョイスが私たちの代だけめちゃめちゃ古いっていう、なんかその他の学年はそれに合ったなんか旬の曲が選ばれてたんですけど、うんうん、なぜか私の代だけは鉄腕アトムで、なんかそれがすっごい覚えてるんですよ。かのちゃんはあれかな、細くてなんか小さいイメージがあるから、はい、ピラミッドで言うと一番上かな。そうですね、一番上から2段目でした。2段目か、惜しいね、惜しいね。そう、ほんとちっちゃい子がいて一番上は取られてしまった、ね、確かに一番上羨ましかった。私身長大きかったんで下でずっといました。やっぱ下だよね、下でなんかこう頑張って顔上げるみたいなね頑張って、違わないくせにしたんです。すごい頑張って顔上げるタイプ面白いそう、その時の顔はもうほんとひっきり笑って笑ってって笑って笑って写真絶対撮られますもんね、私そう、確かに、そうなんだ。そう、そういう、私は、はい、よく冬になると家族でスキーに行ってたんですよ、私は。で、なんかそういう何かこう夏休みとか冬休みとかって、そう大きい休みがあるとどっか旅行行ったりしてたんですけど、うんうんうん、なんかそういう出かけるってなった時に、はい、その出かける先のその車で行くじゃないですか、うん、でその道中に合うプレイリストみたいなのを自分で MD とかに作るんですよ。すごい、なんかすごい、そう、音楽が好きでなんかこの曲合いそうみたいなのを作ってて、でお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんも、うん、そう、音楽すごい好きだったんで、お兄ちゃんも作るんですよ、うん、その旅行のために。でそのスキーに行くってなった時に、うん、はい、でも私とお兄ちゃんはやっぱその音楽の趣味が合わないんで全然違う曲をやっぱ選曲するじゃないですか。でそれを車の中で流すってなった時に、じゃあどっちから先流すみたいなんでちょっと喧嘩になるんですよ、ね、でじゃんけんしようみたいになって、うんうんうん、でも唯一なんか2人が
そのスキーに行くってなった時に、うん、絶対プレイリストの中に入れてたのが、はい、あのグローブさんのディパーチャーズ。どこまでも有名、すごく有名。それを必ず入れてて、なんか小学校低学年の頃だったんですけど、私なんかでそのスキーに行く道中にそれを聞いて、あ、なんかこんなに景色が浮かぶ曲ってあるんだっていう、なんかすごい感動したんですよね。このなんか曲の世界観は今聞いてもなんかそのあの車の中を思い出すんですよ。スキーに行ってるその頃のことがフラッシュバックで、そうそう、フラッシュバック、思い出が、景色がそう浮かぶ、一気にそう浮かぶんですよね。さすがやっぱりお題を考えてきただけで一番いい話、ちょっといろいろ考えてた。確かにすごくいい話。そう、でもさあ、コメントいただいてますよ。ありがとうございます。埼玉のマッサンさん、ありがとうございます。久美さん、森下しおりさん、加藤さん、こんにちは。こんにちは。お昼ご飯を食べに外に出ましたが、直射日光がすごくて、うん、危うく自分が目玉焼きされてしまいそうですが、危ない危ない。急いでビルに入ってお昼を食べながら番組を見ています。ありがとうございます。ありがとうございます。カノさんのクラファンも大詰め間近、うん、一番星目指して頑張ってください。ありがとうございます。一番星。ありがとうございます。もう一ついいですか、はい、誰しも昔はスチューデントさん、ありがとうございま す, います私は昔自分の自転車をライダーと名付けていました。かっこいい。確かにかっこライダー、あの乗り物乗ると人格変わるタイプじゃないですか、ね、俺のライダーどこ行ったって誰も知らないよっていうね話をしてます。ママチャリだったらめちゃくちゃ面白いね。確かに、かっこいい。どんな自転車だったんだろうね。もう一方、ポニョパパさん、小学校といえば中村雅俊さんのいつか街で会ったなら、俺たちの勲章の主題歌で松田優作さんと中村雅俊さんの刑事役がかっこよかったです。あ、いや、このね、この時代の方のね、やっぱ佇まいとかすごいかっこいいですから。いや、かっこいいですよね、ダンディ。確かに曲もね、きっと相まってすごくかっこいいじゃないですか。ちょっと聞いてみたいですね。ね、聞いてみたい。いつか街で会ったならだってよ。わー、素敵なんだろうな。嬉しい。なんか皆さんのもさっき聞かせてもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。では、はい、中学校の思い出にちょっと行きましょうか。中学校来た。私もこれいろいろ考えたんですけど、うん、ありますか、久美さん。いきなり私ね。まあ中学といえばもうめちゃめちゃ多感な時期で、そうですね。そう、で、私はちょっと世代ではないんですけれど も, もう曲というか、もう尾崎豊どっぷりの時期で、中学時代といえば、久美さんといえばって感じします。で、やっぱりこう好きな男の子とかの話とかに大体なるじゃないですか、うん、中学生というのは、うん、私はもう尾崎豊が大好きすぎて、尾崎豊と似てる眉毛の人を探そう。眉毛限定、こうしっかりこうバリッと生えた眉毛の人を探せって言って、あの眉毛どうみたいなことを、ね、しながらね、うん、あれはね結構近いけどねちょっと違うみたいなね、そんな話をしながら、眉毛すごい、あの男の子をねこう見ていたっていう、眉毛、でも実際その似てる眉毛を見つけて、うん、確かにキュンってするんですか。あ、うんうん、そう、あ、近い、確かね、みたいな、もし現実で見たらこういう眉毛かもね、みたいな。それは顔関係ないんですか、眉毛だけ。それは関係あるさ。そうですよね、眉毛関係あるさ。そうですよね、びっくりした、眉毛だけが似てるのか。でもいい、その眉毛がとっても好きだったの。そう、でも眉毛って本当、あの私もメイクするとき思うんですけど、うん、眉毛ってその顔を結構雰囲気決めるじゃないですか。顔の額って言われてるんだよね、眉毛って。メイク界でいうとこうなんかねらしいよ、よく知らないけど。額なん、いや結構大事ですよね。ここをちゃんと作ってからなんかいろいろ描いていくと、それは確かにらしいけどね。そんな感じでございます。じゃあさっきからエピソードがなんかいろいろ濃くて申し訳ない。すごいすごい、ぶっ飛んでます。ぶっ飛んでます。かなちゃんは。私はですね、あのポルノグラフィティを好きになったのが、うん、中学校の頃に好きな男の子がポルノを聴いてたのがきっかけ、ポルノグラフィティを。そうなんです。聞いてますか、好きな男の子。聞いてますか。そうだけど何してるのか分かんないけど。っていう時がありまして、でそこからこうポルノグラフィティを聴くようになって、初めてこのステージ、音楽のステージに立ったのが中学校3年生の文化祭だったんですよ。すごい。そうなんですよ、その時に披露したのがポルノグラフィティの一人の夜っていう、GTO っていうアニメの主題歌なんですけど。あ、そうなんですね、はい、その曲を初めて披露して、こうライブをするってことがこんなに楽しいんだって知ったのがその時。中学生で。そうです、中学生だったんですよ。すごい。そう、それが。で、その男の子とは
あ、何もないです。何もない。眉毛は眉毛は眉毛は、あ、結構ふさふさだったかもしれない。最後眉毛になっちゃうじゃん。眉毛っていう、はい、淡い思い出がありましたね。はい、しおりさんは。私は中学の、もうこの曲を聴くと中学の下駄箱を思い出すんですけど、もう下駄箱の景色がバーって浮かぶんですけど、HY さんの AM11 時、でなんかイントロ聴くと、はい、あのそうなんです、一気になんかその景色が浮かんで、なんでかわからないんですけど、でもその時期中学入ってその曲がすごい流行ったんですよ。みんな知ってて、で その曲ちょっとラップも入ってるんですけど、 HY さんなんで、でそのラップも歌えなきゃダサいみたいな全部歌えなきゃダメみたいな雰囲気がこうもう流れてて、なんかもうみんなで常に歌ってます。なんかそれを歌ってとかカラオケ行って歌ったり、なんかもうそのなんかもう中古なの校舎の下駄箱の匂いがするんですよね。どんな曲聞くの？匂いが、それなんだろう、いい匂いと思って大丈夫ですか？確かに確かに。匂いの匂い。確かに下駄箱の匂いってなか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 独特な表現ですね。毎日掃除してるんで。毎日掃除してるんで。いい匂いいいね。それでそのラップ担当の男の子と何か？あ、あ、まあ、全部そういうのうまくいかなかったね。でその男の子の 眉毛は眉毛はしっかりしてもらう。眉毛の話そう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 、ね、でも確かにその頃好きな男の子とかもよく聞いてましたね。そういう一枚のラブレターとかとなんかつながるのかなって思ったね、最初話聞いて。確かに下駄箱って出たから。あ、確かに。いや全然そんなこと、全然そんなことない。匂いのただ単に下駄箱の香りてくれよ。確かにラブレターぐらい言ってくれ。確かに。ちょっとコメントがね届いてるのでちょっと言ってみますね。埼玉のマッサンさん、ありがとうございます。久美さんが、なにわ節では人生はでとっても渋く、加納さん、加納さんが鉄腕アトム、森下しおりさんがグローブさんのディパーチャーズ、音楽を通して小学生時代の思い出話ができるのがいいですね。うーん、ね、全然時代がね違うのにね、音楽で。で、あと誰しも昔はスチューデントさん、またありがとうございます。ありがとうございます。久美さん、西郷どんの西郷どんの眉毛はいかがでしょうか。はい、あ、結構もう100点満点です。100点満点の戦闘能力100点です、ね、戦闘能力をまじ間違いないですね。素晴らしいです。もう今日眉毛尽くし、本当に眉毛注目してください。面白い。さあ、じゃあ、はい、せっかくの最後、高校時代行きましょうか。はい、高校といえば青春じゃないですか。うん、私ね、うん、じゃあ今度かのちゃんから行く。私から、はい、もうこの曲っていうのはないんですけど、もう高校時代にもうクラスでめちゃめちゃエグザイルが流行ってたっていうのが、うん、流行った。もう音楽イコール結構私の高校時代はエグザイルっていう、流行った、大好きだった。印象が 強すぎて、この曲とかないんですけど、エグザイルっていう、うん、流行った。そうですよね、うんうんうん、っていうのがもう頭に浮かびましたね、高校時代。はい、エグザイルの曲、曲も全、いやもうなんかこう体育祭でもいつもエグザイルが流れるし、文化祭でもいつもエグザイルが流れるしっていう、確かに校内の放送もエグザイルみたいな、エグザイル属性、男の子たちがだんだんエグザイルに なっていく、確かにだんだんエグザイルになっていく。確かに女子たちもジャニーズなのかそういうエグザイル系なのか、確かに分かれた、確かに懐かしい。確かにそれありました、うんうんうん、どっち派みたいな、うん、あったね。どっち派ですか、かみちゃん。そうか、私は間派だ。どっちとも間派、どっちとも属さない、属さない真ん中にいましたね。なんか難しい。属したくないタイプかもしれない。属そうよ、そこは。確かに属せばよかったかもしれないですね。うん、なんか反発精神があったのかもしれない。そうなんだ、エグザイルね、好きだった。はい、しおりさん。私は、お邪魔女カーニバル。お邪魔女急に。突然お邪魔女ドレミの、うん、お邪魔女ドレミの曲って、うん、本当音楽家さんが絶賛するほどいい曲がたくさんあるんですよ。そうで、よくできてるんですけど、うん、その中でお邪魔女カーニバルって言ってすごい盛り上がる曲があるんですけど、す、私は中学高校と、うん、ソフトボール部で、うん、運動部でバリバリやってたんですけど、そうです、ね、そう、で、もう部活の仲間がもう私にとってザ
青春なんですよ。で、そう、毎日もう家族より一緒にいて、土日も試合で一緒にいてなのに、なんか唯一ある休みも、はい、もうその仲間と一緒にプリクラ撮り行ってカラオケ行ってとかで、ね、もう常に一緒にいて、でその子たちとみんなでカラオケ行くのもすごい楽しくて、なんかあの意味のないのに盛り上がる感じ。分かります。分かります。そこで絶対定番がカラオケの最後にそのお邪魔女カネマロ歌う。でもうみんなでわーってやって終わる。明日も部活頑張ろうみたいなね、終わる。仲間たち。確かに。やっぱソフト部なんでみんな元気なんですよ。元気はつらつ。そう、士気が高まる歌なのかな。でもまだ分からない。気持ちがこう上がって。なんか歌の掛け合いみたいなのがあるんです。どうするどうしようみたいな、なんかそういうのがあって。自然に体が動いちゃうみたいな。なるほどね。そう、それが重いですもん。なんかそれ聞くと、みんなに会いたいなってなります。みんな見てるかな？見てないかな？久美さんはね。なるほどなるほど。いや、私はですね、高校時代の、あの、しおりちゃんもソフトボールって言ってましたけど、はい、私はサッカーをずっとやってたので、はい、あの、でも音楽が大好きだったから、うん、めちゃめちゃロックな、あの、まあ、音楽が大好きだったんですよ。で、ハイスタンダードっていう当時インディーズからこう、ドーンとこうカルチャーに火をつけたバンドがいまして、それがもう大好き でとにかくハイスタが出す CD をたくさん欲しい、でもお小遣いには限りがある、じゃあどうしようと考えた結果ですね、毎週水曜日にとある CD 屋さんはポイントが2倍でもらいました。なので、水曜日皆さん学校 あのクラスの前に立って、今日 CD 買ってきて欲しい人いないって言って、みんなのみんなの CD を買うという代行業務ポイントはそれに皆さんからお金を預かり、みんなの CD を買ってきて、私はポイントをひたすら取ってそして自分の欲しい CD をゲットするっていうめちゃめちゃ賢い、めちゃめちゃかけてました。毎週水曜日私行ってくれよみんなっていう、何欲しいっていう、CD 屋さん、CD 屋さん、確かに損はしないしね、その確かに、うん、足を使うだけですだから、うん、チャリを漕いでるイメージですね。ね、シリアさんまでその分のポイントいただく。確かに確かに。まあいいのか悪いのか、ね、誰も損しないですね。わからないですけれども、いい、知恵です知恵。知恵、ね、本当に。そうやってそのハイスタンダードとかロックバンドのね、CD をかき集めてたっていう思い出がありますね。青春だな。なんか青春ですね。あるんですね。聞いてみます。ね、はい、というわけで、はい、なんか。皆さんもぜひなんか今日上がった曲興味があったらなんかまた聴いてもらってもいいかなと思います。皆さん青春の曲も機会があれば教えてください。というわけで私のミュージックビデオに行きたいと思います。毎回こちらで流させてもらってるんですが、YouTube に今しおりチャンネルと私があの名曲を数々カバーさせてもらってるチャンネルがありまして、本当にありがたいことにたくさんの登録者の方もたくさんちょっとずつあの最近も増えてきて、はい、皆さんに見ていただいているので本当にありがたいなと思うんですが、皆さんよかったらあのチャンネル登録ご視聴お願いします。というわけでそこからうろこ、秦基博さんのうろこ今日はお送りしたいなと思います。では聞いてください、うろこ。I don't know.
き去ってしまうよ。まだ何一つも君に伝えきれてないのに。夏の風に君を呼ぶ乾いた声、消されぬように溢れそうなこの想いを。はい、ここで COS のライブ告知をさせていただきます、うん、はい、シースルー2022年7月23日土曜日、場所が太陽と月になります、うん、次、高尾彩香、2022年7月30日土曜日、マンスリーワンマンライブ、場所が池袋リビングバー5となっております。そして、うん、ございます。はい。はい。コージ向井さんと熊田ゆうきちゃんが出演します。2022年の8月6日土曜日、場所はグレースバリ秋葉原、That is Love ジュリスバースデー2022ということで、チケットも各種ございます。一般席が6500円になっております。向井康二、康二向井ホームページまたは熊田ゆうきのインスタグラムで検索してみてください。はい。そして高尾彩香ちゃんが出演します。2022年9月3日土曜日、笑顔で約束、場所は坂戸市文化施設オルム3階ホール2階ギャラリーで行われますね。チケットは3000円です。ツイッター高尾彩香で検索してみてください。お願いします。お番組もね、あっという間、そしてね、聞き入っちゃってなんかしんみりしてきちゃった、ね、しおりさんの素敵な歌も確かに本当に素敵、ね、そしてね、ポネパパさんがすごいいっぱい教えてくれてるんですよ。中学の時のプレイリスト、ありがとうございます。岩崎宏美さんのすみれ色の涙とかね、高校時代は長渕剛さんとか、教えてくれてますよ。あとしおりちゃんの YouTube チャンネル登録してますよ。ありがとうございます。ポネパパさんがありがとうございます。いつも温かい応援メッセージいただいて本当にありがとうございます。今日もすごいあっという間でしたね、うん、本当にあっという間でした。しおりさん、さっきがちょっとぶっこもうかな、楽屋でカエルのモノマネが千と千尋のカエルのモノマネ、急に今もうあとちょっと終わるかな、お番組終わりかなこれでさよなら。でそうそう、しおりちゃんってなんかこのね、もういでたちからこう清楚な感じとかっていうふうに思うと思うんですけど急に私モノマネできるってさっき急にびっくりしたんですよ。しおりさんと思って、そんな流れだったじゃないですか、新たな一面かと思って、千と千尋の話になったから。そうなんですよ、ね、じゃあはい、千と千尋のカエルのモノマネまで3秒前、3、2、1。おりは客だ、千だ、千を出せ。一緒に行ってくださいよ。しおりさん、いや、クオリティ高かったからびっくりしました。いいんじゃないですか。いや、これは自信持っていい、はい、いや、これはピポーテ、これからじゃあ封印します。いや、封印しないで、使っていきましょう。どんどん出してください。なんでこの番組の最後に書かないといけないですか。ということで、次回はですね、はい、7月12日のパーソナリティ前田前田上村俊介コンビでお送りします。ありがとうございました。もう恥ずかしい。この番組は株式会社アシストジャパンの提供でお送りしました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。